ここ調子乗ったやられるやられるやつややられるやつや。うんー、てぇてぇてぇ。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、いかにメイン性のアップローラーを使ってガチホコバルトールの方をやっていきたいと思います。あれやね、攻めて攻めて攻めて攻撃重視でね頑張っていけたらなと思っておりますけれども、ちょっと X になってから初めてローラー使うから使えるかわからんでもね、やってみたかったんですよ僕。1回でいいからねローラー使ってガチマッチやってみたかったからさ、それどんな感じかなっていうところでありますけども、いきなりインコンほんま味方の人ごめんなシャープマーカーがいました。やられただけめっちゃ強く、味方の人ナイス、ありがとう。なんかもうファンカンカンチャンシャーンってなってるわ、わちゃわちゃなってる。ハイパープレスはかっこいいよ、ナイスやでさあ頑張っていきましょう。しっかりキル取ってあげたいですからね。このなんか変な建物の下をこうやってくぐっていって、おるかもしれんやん、この辺にローラーとかおるかもしれんから、ローラーでやって来る可能性あるから、潜伏もいい感じにこうやって組み込んでいこう。潜伏も組み込んでいこう。バルンバルンバ投げつつ、バルンバルンバ投げつつ潜伏も組み込みつつ、ちょっとローラーどこやろ、敵のめっちゃ怖い。よっしゃーナイス、よし、オッケー。だからなんかおお後ろにおるかと思ってびっくりしたやん。でも違う、さすがにそれはないわな。ちょっとちょっとちょっと、油すごいすごい油、後ろから来るか。いやつけへんと思う、けいや怖いのよ、なんかケルビンとしてテーンいやバルンバルンバでやられるかもしれない。いやちょっとこの辺入ってですね、この辺でちょっとスーパーチャップ使おうと思ったら、なんかあ、なになに、スーパーチャップここまで飛んできてたまあこんな感じじゃんとりあえずまだ1キルしか取ってないからさ、筋肉ムキムキパワーを見せつつ、ほんであれやん、イカ族使いつつ、イカ忍者も使いつつと、もうちょっとパワーが足りへん。パワーオッケー、こういうこと、え、こういうこと。またなんかおるぞ、これなんかうまいね、味方の人誰が見てもなんかおるおるおる。タッ、いけるかこれ。んー、パワー無理、パワー無理、パワー無理。調子乗ったか、調子乗んな、こう気配消しとけ。ナイスや、ナイスや。待て待て、この辺で気配消しとこ。パワー、よっしゃ、オッケーオッケー、これでいいんじゃん。待て、俺めっちゃおらんから、これもう僕取って割って、あ、取っても、あ、取ってもないか、うん、ここで、はい、やってください。ほいほいほいって、はい、バルバルバやってください。ほいほいほい、うん、ほいうん、ほいもうめちゃくちゃ、あ、おんねん、ここ、ここおんねん、うわバルンバルンバでなんか今さ、後ろから加速させられたんやけどあれが一流のバルンバルンバ使いなんでしょうね。で、ちょっとスパジャンでスーパーチャップさせてもろて、で、またこの辺から潜伏すると、ほんで、てぇーてぇー、うわ、うわれんかった、味方のさ、ほんまにごめん、ジェットスイーパーで今なんかほんま、脇腹えぐられた感じした。あー、やばいやばいやばい、来た来た、うわ、すごいやん、そこ止めてくれたん、誰が見てもすごいやつや。うわ、そう、イケメン、あ、でもやだ、イリーのさるわ、ここのジェット強い、うわ、なんとか止めれたけど、射程がめちゃくちゃインフィニティ、ナイスいや、いけるよ。さっきもさ、めちゃくちゃいいとこ回ってたからさ、こう逆転しよう、逆転しよう、逆転裁判やん、逆転裁判で、なんかこれ潜伏してるぞ、なんかおるぞ、ここ多分ローラー、うぃー、危ない今イカしぶきが見えたんでございますでござるでござるやね。でもっとケル取ってあげたいね、ちょっとなんかおるねん、なんかやばい、ケルビンがおんねん。ちょっとバルンバルンバでかくして、そこの角度を狙ってこう爆発で倒すみたいなさ、ちょっとおしゃれなことやったのかと思ったから、間違えた、縦振りしようと思ったらめっちゃ横振り今縦振りで倒そうと思ったらすごいびっくりするぐらい横振り出てたんやけど、そんななんてこった、あんなこったジャンプ、いいぞ味方の人、頑張っていこう。バルンバルンバでこう牽制しつつこう牽制、おい、なんかおるやん、え、こんな近場におった、めっちゃびっくりしてんけど目ん玉飛び出したやん今の、誰が見ても目ん玉飛び出せの森やった。いや、いい感じ、破壊力もありつつ、なんかこっちさっき縦振りして倒す、よっしゃー、あ、やばい、見せてる、なんて、うわー、生きてる生きとるんやな、あとちょっとのパワー、読み方じゃないでございます。今攻められてるからさ、ここをさどうやっていくかみたいなとこあるやん、ちょっとなんか、いや、やばい、なんか気ぃついたらおるでそれステルスジャンプでジェットスイーパーのとこ飛んできてんやん、これ多分ね、ジェットスイーパーボンバーアタックを繰り広げてきそうね。ここ、とりあえずなんか横降りとか、横降り、味方して大丈夫、大丈夫、大丈夫、ここやられたかん、ちょっとしっかり見ていこう。まだローラーおるで、ローラーオンで、その辺で絶対おるで、おるで、カモンカモン、あと50秒やもんな、いくいく、これいくわ、任せ任せ、ほいほい、はいほい、はいはい、ナイス、いいよ、ちょっとなんかおったぞ今、ここおるぞ、そこおるぞおるぞ、待て待て、逃げられたかもしれん、味方してごめん、逃げられたかもしれん、ジェットスイーパーに逃げられたかもしれん、よっしゃー、倒しちゃったぜいいぞ、この辺おっちゃおうか、大丈夫か、後ろから来るか、なんやそれ、あ、味方ですよ、ごめんごめん、ナイスナイス、ちょっとバルンバルンバル見つくら、開けバルンバルンバの元、うわースーパーチャップ出えへんかった
でもいい感じに我々もね、なかなかいい感じに攻めれてんねんって。あ、今僕しかおらんのか。え、ちょっといい勝負してんのよ。惜しかったんよ、シンプルに。誰が見て、あ、これ危ないぞ、気をつけなあかん、気をつけなあかん。お肌スベスベ、ジェットパックパックや、顔パックでなんかスベスベにしたのかも。おらけー、でも倒したけど、ほっこないんちゃうか。ふぅー、生きてんのか。待て待て、こっちおったぞ今。うぅーなあ、これはなんなん一体。もうめちゃくちゃやったけど、あの僕が思ってる以上にはあのローラー使えたからええ感じやった。あとはもうちょっとさ、なんか4人オールダウンキルとか取ってみたいよな。おう、またまたホケフトで楽しませてくれるんやないかいうことありますけれども、頑張っていきましょうか。わ、ちょっと傘だけ怖いな。傘ちょっとあれやもんな、聖なるバリア傘チャップされたらさ、僕のラちゃんローラーの攻撃力跳ね返ってきて僕やられるかもしれんもんね。で、引き割りの後ってなんかめっちゃ美味しそうな人おったもん。ちょっと待って、ここにさ、ここの間にさ、引き割りバルンバルンバ、ちょっとバルンバルンバ、そこの隙間に入れたいねん僕。そこの隙間に、でも全然入れへんねん。あのバルンバルンバのエイムおじいちゃんすぎんねん。え、これやってあげた、やってあげた、よしよしよし、引いたぞ。なんとか引いた。待て待て、インクがないんです。インクがちょっとインク回復させてもろてもいいですかね。インクちょっと回復させてもろて、ちょっとバルンバルンバ的確に投げつつ、え、なんかおるくない、ここにペーンって、ここよっしゃ、止めれたよかった。でもめっちゃ来られてる、びっくりしたやんこれ。で、僕は持ちましょう。はい、 OK でございます。さあ行きましょうか。で、これやれやん、僕ほんま老舗のほんま両手おかみのね、ホコショットってよう言うてるやん。ホコショットぶちかましていく。味方の人右見てくれてるんで、僕は左の前線うまいこと上げれるようにね、頑張っていきたいと思うので、皆さんよろしくお願いいたします。よ、あ、ちょっと待って、なんかおるんちゃう、まだ、え、なんかおるやっぱおるやん、あっぷんねん、ほんま。じゃあ今行けるぞ、今おるよ、下足から、けナイス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 、避ける避ける避ける、よく待て待て、ホコ打てへん、ホコ打たんでいい、ホコ打たんでいい、イエーイ。はい、やってもた、やってもたよ、完璧、もうすべてが完璧や。ホコショット打たんでよかった。そう、打つとこ打っていいんですけど、無駄に打ったらカウント進まんっていうことなんや。もう味方の人ナイスやん、ありがとう。よっしゃー、最後もホッケフットで頑張っていきましょうか。3試合やろうかな、いつも通りね。とりあえずあれやんか、今一勝できたんで、もうこれ負けてもええかなみたいな感じでね、存分にめちゃくちゃ肩の力抜いてですね、ゴリゴリね、キル取れたらいいなと思うわ。もうまったりこう、まったりしてる時ほどもう半端ないキル力僕見せれる気するもん、正直な。ちょっとそれは嘘かも。さ、そう、こ、あ、待て、めっちゃ下手くそやねん僕ね。ここのね、ちょっとちゃうねんやけど、こうバルンバルンバのこのバルンバルンバのこの絶妙な大きさをこう維持していくという、このバルンバルンバの魔術師。ちょっと待って、いった炭酸ボム。あ、でもここ2人のヘイト変えてるかもしれへん。あ、ええか、なんかめっちゃダウンしてるやん。いく、あ、持っていく、あ、オッケー、あ、あ、なんかいます、なんか、ちょ、ありがとう、ほんまありがとう。どうする、わからん、なんか上から行ってみるか。上から行ってみるっていうのもなんかちょっとロマンあるかもしれへん。ごめん、味方先生、やられちゃった。ホコショット打ててないかもしれへん。うわ、イケメンや、なにこれ、待って、また、僕あれやん、またあれや、老舗の料亭おかみのホコ運びしてただけじゃん。あ、これ、すごいだけステルスジャンプあったら、ええなっていう感じなんかもしれんけど、いや、シールドがイケメンやねん。コロ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 をしますで、コロコロリン、はい、コロコロリン、コロ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 チャップの縦振り、コロコロスーパーチャッチもありますね。お、マジかよ、なにこれ、ちょっと待って、これぬら、ちょっと待って、ぬり、やめろ、クラッシュ、やめろ、クラッシュ。止めれませんでした、味方の人、ごめんなさい。でもいい感じの攻め力でしたね。あとは逆転されへんようにしっかりとキルを取ってですね、粘っていきたいというところでございます。バルンバルンバこうやって的確に出していきましょう。で、マルチビタミンをちゃんと引きつけて避けて、で、よいしょ、 OK、 ここではね、僕もやっぱやられるわけにはいけへんやん。ほんで今攻められててね、めっちゃやられててね、やばいやんってなってんねんて。だからここちょっと待って、今あかん、これ今我慢してなあかん。ここ調子乗ったらやられるやつや、やられるやつや、んーてー、あ、ミスター縦振り離した、ごめん味方の人、ほんま今めっちゃ当てたかったけどめっちゃ外してもうた。あんな悲しいことあるのっていうからさ、ほんま悲しい話、外し方してもうて、本当にあったヤバチャップの話、ヤバチャップ、私の椅子はないすよ、味方の人、おるんちゃん、おらん、あ、なんか当たり判定あった、なんか当たり判定ありました、当たり判定、ここスーパーチャップあります、スーパーチャップにちょっと変えてもろて、で、バルンバルンバ、お、スポンジボブの裏切り。スポンジボムにさ、僕のバルンバルンバ跳ね返されたで。
こんな悲しいことあんのか。ちょっとこの辺でさ、潜伏するか。テイオッケー。え、ローラーめっちゃ強いやん。なんなんこのローラーっていう武器は。あー、テイオッケー、ナイス。素晴らしい。デュアルスイーパーだけ怖いで攻められてるから、僕またシューってて、このバルンバルンマンのとこにローラーキオルっていうさ、このなんかちょっとヤバいやんって、ローラー絶対おるやんみたいな、そのオーラを醸し出しつつですね、こう入ってくれ、攻め込んでくれ、いってやーローラー強、何これ、あ、ちょっといけるかった、おいや無理やり引いたったローラーめっちゃ強いやん。え、ガチマッチでローラー使ったらよかった。このぶっ壊れてるやん、めっちゃ強いやん、すごいじゃん。もうローラー専門職人になろうかなって思いつつあるぐらいローラーめっちゃ強いこんな強いんですね。今ここにおった、見た、ごめん、うおい、これもやれんねんで、ほんまにこの高低差も関係ない、もうどんだけよ、富士山の頂上に敵おっても僕のローラー敵に当たるみたいなさ感じになってんもん。ほんでスーパーチャップで帰ってくると、ほんでここで沼じゃんせへんように頑張って、またぬりぬりぬりぬとキル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 していくわけ。入っていきちゃったらええんちゃうんか、こうやって あえてこうシューってなんかこうバレへんようにさ、バレてるかもしれへんけど、バレてないから、え、どうなん、え、なんかおる、バレてる、あ、バレてないかもしれへん、バレんように行きたい、バレんように、うーん、てん、うん、うん、てん、うん、てん、ごめん、味方の人、完璧に裏入れてたのに負けてたやん、あ、回線落ちしてる、これ、完璧なパターンや、もう絶対もう、回線落ちした時の僕の戦闘力えぐいで、ほんまに、回線落ちで人数有利になってる時、僕ほんまに、もうほんまにもうオリンピックで金メダル取ったんちゃうかっていうぐらいの、ほんまにめちゃくちゃ喜ぶもんな。いやー、外したー。待て、なんかおる、もうやばい、ここのクラッシュやばいんですって、ほんまに。クラッシュブラサー、ナイスブラサー、ちょっと帰ります、バルンバルンバレ、みんな、味方、おいでよ、みんな、おいでよ、動物の森やん、おいでよ、チャップの森へ。みんな飛んできてもろて、おいでよ、チャップの森をね、させていただいたらと思います。あと30秒ですって、これはもう勝ったやろ、こんな人数有利やもん、ごめんほんまに、なんか雑になってきたこれがあれか、人数有利になったと思ったら喜んでしまうという人間の弱な部分かもしれませんね。よっしゃ、こっちの人が人数不足になってたら絶望するけども、敵の人が人数不足になってたらもうめっちゃ喜んでまうねん、ほんまに、ほんま、僕ほんまデーモンの生まれ変わりかもしれへん。ここにクラッシュバースなんて、俺縦振りだぜーイエーイ、勝てました皆さん、素晴らしい。いや、ガチマッチでローラー使うのええと思いますよ。びっくりしたもん、こんなに強いん、めっちゃ強いやんこの武器なんか適当に振ってたら敵の人溶けてるやんっていう素晴らしい武器でした。皆さんローラーでイカ忍者とスパジャンつけたりして遊んでみてくださいということで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。